藤田幸久君。時間の関係でもう一つ紹介したいのはニューヨークの事例でございますけれども、このパネルをやはりご覧をいただきたいと思います。で、1枚目がですね、よく出てくる写真でございますけれども、この2つのタワーが、このハイジャックされた飛行機に突っ込まれたと。で、突っ込まれた直後なら分かるんですけれども、時間が経ってからこれ相当の距離に建物の物体が飛来しています。150メートルとかで、爆発かのようにいろんなものが、材質が飛んでいるこの映像でございます。で、その次の写真ですね、これたまたま本から持ってきたんですが、つまりこの2つのタワーからですね、これだけ遠いところまで飛んでるんです。すごい距離飛んでるんです、このいろんな残骸が。それからですね、これ3つ目の写真ですけれども、実はこれ、実際の救助活動に当たった消防士が、このビデオ上で実際に生に発言をしている部分、今日は映像が使えないんで、写真でございますけれども、これは翻訳したものですけれども、まるで誰かがこのビデオを解体するために計画的に爆破させたようだって、これ、消防士が言ってるんです。それからその次の、これ、同じ消防士の方々ですけど、ボンボンボンと次々と爆発していったという証言をしております。それからですね、実は日本政府も関係をして、